不正アリルやルキル化反応のスキーム不正アリルやルキル化反応とは不正合成に使われる有機化学反応であるトリプル a 反応とも言うこの反応ではパラジウムが二重結合に配位すると同時に脱力が嗅覚剤に置換されるこの反応を起こす典型的な化合物は酸酸元のような良い脱力を持つアリル化合物である吸覚剤にはフェノールや 二人意味と水などが用いられる。原子化が0下のパラジウムは2下のパラジウムとホスフィンなどの範石から作られる。この金属は、イータ 2π アリル PD0 という構造を作って、アルケンに配位する。次に酸化的負荷が起こって割る点反転により、脱力が離脱し、イータ 3π アリルプディという構造が形成される。そこで、吸覚剤が、 アリルごとの炭素を攻撃して、イーカニッパイアリル PD0 という構造が再生される。その後パラジウム触媒はアルケンを外れ、再び触媒となって反応を進める。リガンドの持っていたキラリティは最終生成物に受け継がれる。この反応はガランタミンやモルヒネの中間体を合成する反応に使われた。室温、ジクロロメタン中で1モルパーセントパイ。 アリルパラジウム作体、3モルパーセントトロストリガンド、トリエチルアミンによって、アリルエーテルのマイナスエナンチオマーを収率72%、エナンチオマー過剰率88%で得ている。その他、ビフェニルや変更量リガンドとした、新しい不正合成反応の研究も進められている。また、ワーグナーメイアワインテインと組み合わせて、特殊な缶の拡張反応にも使われている。 ありがとうございます。